皆さんこんにちは、稲田水です。本日もマイクラやっていきましょうということで、屋根の続きですね。本日やっていきたいと思います。あともうちょっとだね。とりあえず石を持ってくるか。石とガラスかな。戦力岩でいいかな。スポーンブロックだっけ。1階洞窟で向けて見つけたじゃん。1階じゃないか、2階くらい忘れちゃった。それのさ、あれを作りたいよね。あれって何、経験値が集められるやつ。これでいいか。さっきこれ間違えて作っちゃったね。こうすれば、なんだっけ、ゾンビーさんとかモンスターが湧かない気がした。あ、足んないじゃないか。あとちょっとなのに。OK、これで、天井部分が完成かな。あお。やっぱガラスいっぱい欲しいな。ここを全部ガラスにしたいな。とりあえず足場をどんどん崩しながらの天井を作っていくかな。その上に砂があるかどうかね、問題はね。ちょっとマイクから離れて喋っちゃった、今日も無言プレイヤーね。プレイヤーね、だってプレイだね。作業に没頭してる。なんかね、今続けて動画を撮ってるんだけど、1本目はねまあまあ喋るんだよ2本目3本目になるとね、だんだんね喋らなくなるんだよね。あれどうやるんだっけ。青これね、今日夜になってる。だいぶ肩が、マウスを持っている肩が痛くなってきたから、これで今日の分終わりにしようかな。今15分撮ってるので、あと15分ぐらい作業したら終わりにして、何日か後みたいな。あー、でもあっちの世界に行くとこまで撮りたかったなっていう気もするんだ。まとめて撮っとかないと、撮ってる時間がないんだよね。毎日ちょこっとずつがちょっとできなくて、あお、失敗した。ちょっと周りに人がいると恥ずかしくて取れない。完成だ、これで完成だ。ふぅ、ちょっとできた、よかった。ちょっと上から見てみようかな。できた。さて、あれだね、今度はあっちの世界に行くあれを作りたいんだよ。ゲート、どこにゲートを作ろうかな。あんまり遠いと遠いでめんどくさいしね、そこまで行くのが。近いと近いでなんかね、ボワーンって音が嫌だし、あそこにしよう。決定。じゃあ、あっちに行く世界じゃないや、ゲートを作って終わりにするか。向こう行くときは厳重装備に行かないとだから。いやー、階段できたね。階段できたねっていう表現おかしいけど、しっかり
なんだっけ、そうそう、三角お屋根ができたねーだ作業しながらともしか出てこないね。三角お屋根ができたよ。向こうに行ったらまずは、ガストさんによる攻撃でゲートが壊れないように囲いを作るところからだよね、きっと。でもまあそこまで行かないか、きっと。よいしょ、ここここ遠くから見てさ、ここがなんかいいなって思ったの。覚えてない。うんうん、これでいけた気がするんだけど、どうだろう。ちっちゃがいいか。じゃあ火打ち石作るの忘れた。よいしょ、いけるかな。お、できた、やったね。おー、はい、ということで、ここまでできました。向こうの世界に行ける入り口が完成いたしました。こちらとね、あとお家、おお、すごい音がする。両方完成でございます。なので次回はですね、あっちの世界に行って、ゲートを壊されないようにしたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。ひなたすいでした。またね、バイチャー。